僕は脅迫されている。結果を出さなければ仲良くしてもらえない。脳にプログラムされている。だから結果を出すために毎日毎日全力で走らなければならない。助けてよ誰か。こんにちは、ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。今日は前回の続きです。今読んでいたこちらの、ミニブックは、僕が25歳の時に社会人3年目の時に書いた本です。前回を少し振り返ると、僕は、いい中学に行って、いい高校に行って、いい大学に行って、いい会社に行けば幸せやな、幸せになれるっていうふうに信じて、僕は中学受験をして、大学にそのまま行って、でスポーツに明け暮れて世界第1位の製薬会社に就職できたというところまではお伝えしました。ここからなんですよ、ここからなんですよ。はい、僕は幸せなはずじゃないですか。25歳社会人3年目幸せなはずやのに、幸せがねないんですよ。全然楽しくないんですよ。充実してないんですよ。湧き上がるものないんですよ。喜びがないんですよ。楽ですよ。感動がないんですよ。なんなんやろって。いや、聞いてたことちゃうやん。だっていい大学に行って、いい会社に行きさえすれば僕は幸せなんだって聞いてたんですよ。そうだって信じてたんですよ。それ以外の道を見ようともしてなかったし、そうなんだと勝手に信じていたんですよ。でもそこにいるはずなのに幸せじゃないんですよ。なんなんだろうって思いました。はいね、でもみんなから言われるんですよ。お前は羨ましいとか、いい会社に行けてよかったな、給料良くてええやん、このまま行けば絶対幸せになれるよって。家族からもね、いいところに行ってよかったねと、頑張った甲斐があったねって言われるんですよ。でも僕自身が全然楽しくないんですよ。大学時代もう一つのゴールに向かってチームと一丸となって進んでいく、肉体も精神も完全に研ぎ澄まして、全力を毎日毎日過ごして一つになって進んでいった、そんな経験を4年間やっていた。だからそれ以上の感動、それ以上の喜び、それ以上の楽しさがあるっていうふうに僕は信じていたんですよ。勝手に信じていたんだけど全然なくて、僕自身が全然楽しくないし、なんていうか、もしかしたらその当時の僕から見た目線ですよ、全然ね周りの人が幸せそうにないんですよ。でもその人からしたら幸せなんですよ。で僕から見たら幸せじゃないんですよね。で一人一人が自分の全力を尽くして毎日その仕事をやってるかって思うと、僕の中ではやってないなと思ったんですよ、周りの人が。で僕自身もやってないんですよ。もちろん僕自身もやってないし、周りの人も本当に全力を、1分1秒全力でこの時間を過ごしているのかってなったら、そういうふうにやってる人は全然いないなと思って、でその中で僕がやるぞってなっても浮いちゃうし、でもやるぞってやるのもしんどいから適当にやっとこうってなったら、それは楽やし、ストレスないし、なんかね居心地がいいんですよ。居心地はいいんだけど決して楽しくなかった。そうなんですよ。でそれでその時に、じゃあ5個上10個上20個上の先輩とか見たんですよ。じゃあね、僕はもう課長、部長、支店長じゃないですか。じゃあその人の人生を僕が歩みたいかなと思ったら、その人からしたらもちろんいいんですよ、その人にとっては幸せなんかもしれんけど、僕がそこに行きたいかと思ったら行きたくないんですよ。行きたくないのにもかかわらず毎日ねノルマがあるんですよ。絶対売らないといけない、営業やってたノルマがあるんで、それを売らないといけない。でもそれを売った先に今の部長、課長、支店長の人生、そこがゴールなんだったら、僕はこれをやりたくないってなったんですよ。やりたくないって、全力でやりたくない、全力でやった先に望んでいないゴールがあるんだったらその道を進みたくないと思ったんですよ。そうじゃあそうなった時に僕は迷ったんですよ。だってこの道を進みさえすればいいと思ってたのに、この道じゃないって気づいた。じゃあどこにあんねん僕の人生は、僕の道は、僕の生き方はって、その時に僕は初めて考えたんですよ。何のために生きてるんだろうって。25歳ですよ。
25歳の時初めて考えました。でその時に考えた時に、その時悩んでたことを本にしたのがこちらなんですよ。でタイトルは、VS 現実、 VS 現実、現実と戦うことにした、生きるためにあなたはどうしますか、みたいな感じでその時に書いた本なんですよ。でその時に本当に何のために生きるんだろう、何のために働くんだろう、僕はどういうふうに暮らしていきたいんだろう、どんなことをやっていきたいんだろう、どんなことを表現して生きていきたいんだろうっていうのをその時に初めて考えたんですよ。今まで考えたことがなかった、レールをどうやって早く進むのかっていうことは考えたことがあっても、どのレールを進んだらいいのかっていうことは考えたことがなかった。この商品をどうやったら売れるんだろうっていうことを考えたことはあっても、そもそもこの商品は何のために売らなければならないんだろうっていうことを考えたことはなかったんですよ。覚えてますよこれ、今も覚えてる。大阪支店の会議ですよ。で、和歌山から大阪って黒潮っていう電車乗るんですけど、それに乗ってる時に僕は一冊の本を読んでました。分厚い本です。なぜ生きるっていう本ですよ。それをこう読んでたんですよ。読んでたら先輩がそれを見て笑うんです。お前なんて本読んでるんやって、なんで生きる、なぜ生きるって本読んでるでこいつみたいな、お前こんな重いもん読んでんのか、お前病んでんのかって言われましたよ。言われました。病んでましたよ。だって自分どうやって生きたらいいか分かんないのに、ゴールが見えないのに、ただ毎日全力で進まないといけないってことを要求されて病んでましたよ。苦しんでましたよ。だから本を読んでたんですよ。言いますよ先輩は。お前な、なんで生きるとか、お前そんなことはね考えなくてもいいんや、そんな分からへんねん、今のお前には分からへん。そうじゃなくて、今お前今月あと10件新規やらなあかんやろと、お前それをどうやってやるのか考えろと、その目の前の目標を一つ一つやっていけ、そうしたらどうやって生きるのかが見えてくるからって言うんですよ。で確かに今はそうやなって思います。今は確かにそうやと思うんですけど、その当時の僕はいやいや、どうやって商品を売るのかって考えることをもう大事かもしれんけど、それよりも自分の人生をどうやって生きるのかっていうのは考えることは大事なんじゃないか。自分はこういう人生を歩みたいってゴールを見つけて、そのためにじゃあ3年後はここ、2年後はここ、1年後はここ、だから今これをやるんだっていう風な、そんな人生を僕は歩んできたかったのに、ゴールがわからんのにとりあえず走れって言われたんですよ。え違う、いやいや、そんな走られへんって悩んだんですよ。でその時に来ましたよ、伝説の上司が。それまではね3年間生ぬるかった、ほんまにもうサボっててもバレないんですよ。だから僕はやる気がなかったから、多分営業所のメンバーの中で誰よりもサボってました。誰よりも仕事をしてなかったです。でも営業っていう職業柄、仕事を自分が行かなくても薬は売れ続けるんですよ。僕がその病院に行って説明をしなくても、患者さんが病院に行ったら僕の薬で売れるんですよ。極端なこと言えば、だから僕のやった仕事がそのまま実績に反映しなかったんですよ。だから僕がどれだけサボってても、僕はね成績優秀やったんですよ。だから評価されてたんですよ。これおかしいじゃないですか。これますますやる気なくなりますよ。だって僕よりも頑張ってる人がいるのに、僕の方が評価されてるんですよ。数字がいいんですよ、ボーナスいいんですよ。えって、こんな理不尽な世界ないわと思って、ますますやる気がなくなりました。そんな時に伝説の上司が来たんですよ。仮の名前で言うと丸田さんですよ、はい、その丸田さんっていうのは本当に過去すごい実績を残して、でいろんなところを回って、いろんなねその成績が悪い営業所を回って、そこをね立ち上がらせて日本一にさせて、させるっていう、いわゆるそのもうすごい人なんですよ。トップ中のトップなんですよ。でものすごい実績は残すんだけど、もうたくさんの人を辞めさせてるっていう、なんかそういう噂も聞いてたんですよ。だからものすごいビクビクしてたんですよ。ビクビクしてたんですけど、最初の半年間はねものすごい優しかったです。もう一切怒ることもないし、ずっとニコニコの笑顔、まあ60近いんで、もう優しい、いわゆる安西先生を想像してください。スラムダンクのね、優しいニコニコってしてたんですよね、いつも褒めてくれるし、みんなの前で僕がやってることを言ってくれるし、あなんていい上司なんだって思ってたんですけど、半年経って変わりました。もう一番のターゲットは僕です。僕が仕事をしてないってことがバレたんですよ。仕事をサボってるってことがバレたんですよ。周りの先輩からの評価が悪いっていうこともバレてたんですよ。でたまたまそこのエリアが良かったから、実績が良かったっていうこともバレてたんですよ。全部バレてたんですよ。で呼び出されて、岡崎くんはこうこうこうやって仕事を全然してないよねと、みんなが8時半に出社してんのに10時になっても家に車があるやないかいとね、
でちゃんとやるって決めたことも全然進捗悪いやないかいと、最後の実績はいいけれどもそのまでのプロセスが全然やってないやん、チームで全然協力してないやん、他の人からも全然信頼されてないやん、そのままでいいんかみたいなことをものすごい詰められて、なんていうかね、僕自身勝手にこのままやったらクビになるみたいに思ったんですよ。このままの状態やったらクビになるって、で今のこの状態クビにさせられたら困るんですよ。僕はなんかやりたいことをやりたいことを実現したいと思って、お金も必要やし、スキルも必要やし、その状態でクビになったら転職もできへんし、周りの人からどんな目で見られるか怖かったんで、だから僕はもう絶対クビにはならへん、なったらあかんと思って、だからやるしかなかったんですよ。仕事をやるか辞めるかっていう選択しか25歳の時なくて、辞めるっていう選択がなかったから、嫌が応にも毎日毎日仕事を頑張りました。はい、そっからは25歳からはもう仕事一筋、まあ一筋じゃないんですけど、正確に言ったら、他のこともやってたんですけど、仕事の働いてる時間はもう仕事のことしか考えずに一生懸命働きましたよ。で働いたら働いただけ、まあ、もちろん自分の能力もつくし、能力がついたらついた分だけ、チームの仲間から喜んでもらえる、上司から褒めてもらえるし、得意先の、お医者さんからもよくやったよって感謝されるんですよ。でそれが嬉しくなって、どんどん仕事が楽しくなってきたんですよ。初めはやらされてました、なんでやらなあかんねんってやってたけど、そこで自分の能力がどんどんついていくと、楽しくなってきた、嫌いなことがどんどん好きになってきたんですよ。好きになってきた時に僕は気づきました。はい、僕はその時にうつ病の薬を販売する営業マンだったんです。うつ病の情報を、専門科医、精神科医ではない一般の内科医さんにうつ病の情報提供してました。そうすることで、うつ病の患者さんを減らして自殺者を減らすっていうミッションをやってたんですよ。なぜなら初めのうつ病の人っていうのはいきなりメンタルクリニックとか精神病院に行かないんですよ、敷居が高いから。だからまず最初に行くのはかかりつけのドクターのところに行って、眠れないんですとか、頭が痛いんです、なんかやる気が出ないんですっていう症状を訴えるんですよ。その時にその内科の先生がちゃんとそれをうつ病だっていうふうに診断することができて、その時に早期の治療をすることができたら、うつ病が重症化する前に、自殺になる前に、自殺する前に、社会に復帰して、生き生きと過ごすことができるっていう、そういうミッションを掲げて仕事をしてたんですよ。で、そのミッションを掲げて仕事をしてたら、新しいミッションができたんですよ。うつ病っていうのは、治すことも大事。だから治すための情報提供する僕の仕事はすごい意義深いことや。だけれども、うつ病にならないようにすることも大事じゃないかってその時気づいたんですよ。うつ病ってはものすごい苦しい病気、辛い病気、僕自身もうつでしたよ。将来が見えない、朝起きれない、ね、やりたかったことも、今まで楽しかったことも楽しめない、ね、自分は死んだ方がいいんじゃないかと思ってしまう苦しい病気なんですよ。そんな病気にはなってはいけないんですよ。でもなった時には治療することも大事、でもそもそもならないようにすることはもっと大事じゃないかってその時思ったんですよ。うつ病の予防です。これが僕の新しいミッションだったんですよ。うつ病を早期に治療して自殺者を減らすっていうミッションから、もっと大きな自分だけのミッションができた。それはうつ病を予防すること、うつ病にならないようにすること、そのミッションができた。これは僕がやりたいことだ、絶対に絶対にやりたいことだ。僕自身がうつで苦しんだこともあったし、うつで苦しんでる人の声をたくさん聞いている。これは何とかしなければ、何とかしたい、やりたい、やりたい、絶対にやるっていう風になっていったんですよ。大きくなっていったんですよ、僕のミッションが。でミッションができたら道なんですよ、それが、いや、ライトですよ。自分、そのミッションが照らしてくれるんですよ。僕のミッションが遠いところにあって、そのミッションやるんだ、じゃあそのミッションを達成するために どの道を歩んだらいいのかって、ミッションが見つかったら自分が今やること、これからやるべきことっていうのが見えてくるんですよ。そうだ、うつ病を予防するためには社会に出る前に、社会で必要な力、スキルを身につけることが大事なんだと思ったんですよ。僕自身がそうでしたね。社会に出る前に社会のリハーサルをしてなかった、社会のことを全然知らずにずっとスポーツをやっていたんですよね。スポーツをやってたのはいいんですよ。でもスポーツをやってたのはいいんだけど、そこで身につけたことをスポーツ以外で生かすっていう経験をしてなかったから、実際に社会に出た時にそのスポーツで学んだことを使えなかったんですよ。だから社会に出る前に社会に、社会にと学校をこうブリッジする橋渡しのような教育があれば、うまく社会で自分らしく
どこでも自分の居場所を作って自己発揮できるんじゃないか、生き生きと自分らしく最高に輝いて生きることができるんじゃないかって思ったんですよ。はい、教育やって思いました。だからじゃあどんな教育やって思った時に、僕の中でスポーツやったんですよ。スポーツで、スポーツ自身、スポーツで学んだことっていうのはね、最終的に仕事に生かせたんですよ。自分がやると決めたことをやるっていう、その力であったり、チームの目標、自分の目標だけはありません。チームの目標の中で自分はどういう役割を担って、どういうゴールを達成しなければならないのかっていうのをちゃんとカレンダーに書いて毎日着実にこなす力、そしていろんな人とコミュニケーションして自分の思いを伝える力、苦しいこと、失敗、トラブルがあってもそこから回復して一歩踏み出す、そういう力であったり勇気であったり、それは全部スポーツで学んだことなんですけど、それ学んだことを実際社会で生かすことができたっていう体験があったんですよ。だからこれスポーツで学んだこと、だから社会に出る前にスポーツで、いろんなことを学んで、それで学んだことをスポーツ以外で生かす、そういう経験さえあればうまく社会で自己発揮、自分らしく生きていけるんじゃないかって思って、で僕はスポーツを通じた人間教育プログラムを学ぼう、そして学んでそれを提供しようっていうふうに思ったんですよ。ここまで来ましたね。そう、僕は今教育の授業をやっています。ライフスキルの学校を主催しています。ライフスキルの学校ではいつでもどこでも自分らしく輝ける社会を目指しています。そして社会で一人一人が自己発揮できる、最高の自分を表現できる、そういう力を、そういう社会を作るということをビジョンに掲げて、いろんな教育プログラム、子ども向け、大人向けの教育プログラムを毎日提供していると。これを見つけるための道っていうのを今紹介させていただきました。やりたくなかったこともあった、やりたくなかったこともあったけど、やると決めてそれをやっていくうちにミッションが見つかったと。小さいミッション、そしてそれがどんどんミッションに向かって進んでいくうちに大きなミッションになっていた。自殺者を減らすんだ、うつ病を治療して早期に診断して早期に発見して、うつ病をなくして自殺者を減らすっていうミッションから、そこに全力で取り組むっていうことで、自分のミッション、うつ病を予防したい、一人一人が自分らしく輝いて生きていける、そういう社会を作りたいっていうミッションが見えたんですよ。でミッションが見えたら、そのためにやるべきことを計算してカレンダーに書いて、それを一つ一つやっていった。こんな感じで僕は自分が大好きなことを見つけることができました。自分だけのミッションです。ミッション、それはどうしても解決したい社会課題です。はい、そのミッションを見つけるための道がこんな感じ。今までは人生はこれ一つしかないっていうふうに歩んできたのが小中高大学まででした。いい中学に行って、いい高校に行って、いい大学に行って、いい会社に行けば幸せになれると思ってた、その人生のレールを誰よりも早く進むっていうことを一生懸命やっていました。でも社会に出て、人生は一つだけではない、レールっていうのはたくさんあるんだっていう体験をしました。で僕自身は一つのレールを一生懸命走るよりも、自分でレールを作って進んでいく方が僕らしいんじゃないかっていうことに気づくこともできたし、で仕事を一生懸命やるということで、新しくミッション、うつ病を予防したいっていうミッションに出会うこともできました。こんな感じですね。こういう僕のね、一つの物語を皆さんに共有することでね、皆さん自身が自分がやりたいことを見つけるきっかけになったり、自分たちの人生に何かしらちょっと意味、自分が生きてる意味はこうなんだっていうことをちょっとこう考える機会になったらいいなと思って、物語をシェアさせていただきました。こんな感じでね、この番組では、皆さんの人生とか仕事とかにおいてちょっと意味のあることをお伝えしたいと思います。役に立つ有益な情報を提供できるかどうか分かりませんけど、僕の生きてきた人生を丸ごと皆さんにシェアするっていうことを通じて、皆さん自身が人生の意味を考える機会、意味をつかみ取る機会になったら僕はすごいハッピーです。こんな感じでやっていきますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。そしてブチって切る前に、よかったらいいねボタンとか押してくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。はい、皆さんありがとうございました。さよなら。